東京情報大学はこちらをご覧ください。2019年から世界中に広がった新型コロナウイルスは、それまで私たちが当たり前に行っていたことに様々なダメージを与えました。それでもこうして私たちは再び安心して社会生活を送れています。オンライン会議のようなツールや高度なネットワークセキュリティの技術が働く私たちを支えてくれました。 AI やデータサイエンスのおかげで混乱から立ち上がれたという企業や組織は数知れません。大好きなアーティストとファンをつないでくれたのも様々な情報技術でした。私たちが持つ便利なスマートフォンは私たちを孤独や孤立からも助けてくれました。医療の最前線で奮闘する医療関係者の力になったのもやはり情報の力でした。オンライン診療をはじめとする遠隔医療の技術と、それを活用できる医療関係者たちの働きはコロナ禍の中での光となりました。感染に関する様々なデータが日々可視化され瞬時に届けられるおかげで、医療の専門家たちも私たちのような生活者も未知のウイルスへの対処法を知ることができています。情報学を総合的に学べる総合情報学部と、情報を活用して地域医療の中心を担う看護師を育てる看護学部、私たちが安心して暮らせる社会の在り方は東京情報大学の学生にかかっています。